ジェフ・ハーディによるドロップキック。ドロップキックはプロレス技の基本技であり、蹴り技及び飛び技に分類される。メキシコではパターダ・ボラドーラと呼ばれている。ドロップキックはあまたあるプロレス技の中であっても、基本中の基本の技であり、少しでも目が超えれば見ただけで、レスラーの技量がはっきりわかると言われるほどの基本技である。軍事歩みによるドロップキック。 両膝を折りたたむようにジャンプして、鋭く突き出した両足の裏で、相手の胸板を蹴り飛ばす。遠藤幸吉による、ドロップキック。軍事歩みによる、ミサイルキック武士による、ミサイルキックミサイルキックは、コーナー最上段からジャンプして放つドロップキック。ミサイルドロップキックとも呼ばれる。1948年にアントニオ・ロッカが開発して、披露を。日本では、 国際プロレスに来日したエドワード・カーペンティアが初公開した後、1975年には全日本プロレスに来日したリッキー・ギブソンが公開して話題となった。テネシー地区でギブソンのライバルだったココビーウェアも得意技としている。日本ではこの技をギブソンに受けたジャンボ・ツルタがウルトラシードロップキック、ジャンボミサイルキックの名称で、 若手時代の切り札にしていた。ダイナマイトキットや、ジョニー・スミスは、着地した後にヘッドスプリングの要領で、スッと立ち上がるスタイルを取った。高野賢治は2メートルの巨体から、この技を繰り出して、人間バズーカの異名を取った。また、森島武史のミサイルキックは、スカットミサイルキックと呼ばれた。その他に、高田信彦も使用。ありがとうございます。